どうしようか。時間あるから。お。風花と遅くまで一緒に過ごした、おいおいアトラス。どこで何をして過ごしてたのかお前詳細に書かんか。はい、皆さんこんにちは。ついにタナトスを作る達也です。いやー、素材作るの大変だった。ということでね、メギドラも覚えてるということで、まあ、弱点は光属性だけなのか。よーし、はいと。お、すげえな、6体合体。かっこよ。しっかり見よう。かっこよすぎるから、しっかり見たい。うおー、出たー。おや、生み出されたペルソナが、うちに何かを出しておるようですな。我はタナトス、何時より生まれいで、何時と傍らに歩む者なり。謎の少年コミの力がタナトスに力を与える。かっこよすぎるな、これ。うおー、これこれ。レベルが上がりそうだと。65。マハンマオンも覚えるんだね。マハムドオンをね、まあ継承で覚えさせたので、まあムドオンがいらないので、やべ、マハンマオンとマハムドオンがどっちも最強じゃん。あとはブグのところへ。これ通常攻撃上がるやつだって。恐怖状態のものを即死させる。はあ。メギトラね、猫魂はいいかな、同様だし。ブレイブザッパーだ。へえ。うわー、作ってしまったよ。ベルゼブブ81。よーし、じゃあちょっともうちょっとレベル上げ頑張ってきます。よし、レベル上げ、まあ、こんなもんかな。レベル67。いや、頑張ったと思うよ。うん。で、ペルソナもね、毘沙門天ってやつも作りました。こいつ結構強くてさ、マハラギダインが覚えているし、あとこれね、敵全体に貫通属性で複数回中ダメージということで、まあ弱点はね、ちょっとブフ系は弱いや弱いんだけど、結構使い勝手がいいので、重宝しております。よーし、みんな、よく頑張った。帰るぞ。帰ろ帰ろ。そうだそうだ。クリスマスだよね。誰と過ごすんだろう。今日は天皇誕生日で学校が休みだ。昼間と。ん?辰巳ポートアイランド裏路地。なんだ?母親の墓参りかと思ってたかな。秋彦。母親っていうことはケンちゃんかな?真田さん。ああ。いいのか、ここで。はい。お墓の前にしようかとも思いましたけどね。そっか、今日は命日なのか。でも今母さんに何を報告するのかって考えたら違うなと思って。僕はまだやることが残ってますから。ケンちゃん、普通小学生なんてもう目の前の宿題と、あとなんかとりあえずみんなサッカーとかしようぜで頭いっぱいでしょ。いやー、すごいよな。ああ、俺も同じだ。今シンジに告げに行くことは何もない。俺にはまだやることが残ってるからな。決して勝てない敵か。どんな相手なんでしょうね。なんか鳥肌がすごい。さあな。だが関係ない。俺はもう目を背けないと決めたんだ。かっこよ。この二人の関係性いいな。どんな相手だろうと変わらない。まずはこの目で見てやるさ。まずは見てやれか。そうですね。一緒に行きますよ、僕も。うわー、いいな。なんかめちゃくちゃエモかったな、今の。いやー、いいシーンだったね。なんて言うんだろう、お互いさね、母親と親友を亡くしてけど、あの二人は本当に切り替えが早かったというか、しっかりとね、亡くしたものの意味、母親と新垣先輩が亡くなった意味を自分なりにね、ちゃんと受け止めてすぐ前を向いててさ、うわ、かっこいいな。男として尊敬するわ。明日はクリスマスイブです。各地でクリスマスツリーが点灯し、夜空を
華やかに彩っています。だからアイギスはどうなったの？最後のクリスマスになるかどうかはあまり考えない方がいいかもな。あくまでも今年のクリスマスとして例年通りに楽しむことだ。もう少しでクリスマスだね。ねえ、シャミ君はクリスマスの本当の目的って何だと思う？人々に元気を、私と同じだと。企業の利益とか言ったけど、あ、順平はクリスマスどうするの？千鳥もいるのね、こともまだ忘れていられてないだろうし、準備は OK かと。もちろんだ。おっしゃ、お互い頑張ろうぜ。お前前向きすぎじゃない？今年のクリスマスはお前はもう千鳥のことを考えて、家でこう、なんかケーキとかさ、食べなよ。なんか順平な、チョコ、ダメ。何言ってんだ。もしかしたら来年のクリスマスはもうないかもしんねえだぞ。ここで一花咲かせなきゃ、もはや男とは呼べねえぜ。なんか、違うな。あの二人と違ってなんか、嫌な前の向き方してんな、順平だけ。じゃあ、バイコと話すか。お、突然 N 島の体が光に包まれた。羽田、頭上に灰色の空が見える。目の前に荒れ果てた砂地が広がっている。赤い服の女が砂地を眺めて立っている。ログインしたの分かったからごめん、魔法で呼んじゃったの。おう、バイコ、 N 島に謝なきゃいけないから。どうしても。どうした？何を謝る？何をっていうか、なんつうか、その、もろもろ？ワイコは少し困っている。前に言ってた N 島とワイコの録をゲーム会社に送るって話ね。あれ、やめにしようと思うの。有料サービス停止確定ってこと？そう、そうだね。そうなるね。ワイコは申し訳なさそうだ。赤い服の女はつま先で足元の砂をいじっている。今までのログ見てたら、そのワイコ自己嫌悪っていうか、職場の愚痴とか人の悪口ばっかでさ、読んでて気がめいっちゃって、これを毎回読まされてた N 島のこと考えたら申し訳なくてさ。ワイコ、あんなんじゃ先生なんて言われる資格ないよね。振り逃げみたくてか、ほんとごめんなんだけど、ワイコ今日限りネトゲやめようと思う。多分 N 島とはもう会えない。明日会うけど。学校で。そんな急な話な、受け止められないよ。バイコの悪い癖だよね。一人よがりで考え方が狭くて。バイコは悲しそうだ。ネットって顔見えないし匿名でしょ。バイコいくらでも掌握になれそうで。自分の振り見て我が振り直すってやつじゃないね。エルジマがいなきゃ気がつかなかったよね。目に見えないものへの気遣いで発想、バイコ、エルジマに教えられたんだ。熱い信頼を感じた。そうだよね。マックスだよね。なにこれ、リアルで会ったりとかしないの？お互いの正体知らないまま？まあ、昨夜の方はもう気づいてると思うけど。我は何時、何時は我。何時ついに真実の絆を得たり。ここに忍者の力は、その最欲を開かれたり。我ら何時に忍者の究極の力。アラハバキなんだ。アラハバキって結構ファイブだと、序盤のなんか、玉ねぎみたいなやつじゃなかったっけ？あいつ強いの、そんなに。伏せられた古の神アラハバキ。じゃワイコもう行くね。これ書いといたから、ワイコがいなくなったらここ地面を調べてみてね。すげえこっぱずかしいけど、渾身の力作よ。携帯に落としとけばいつでも見られっから。ワイコ連ドラとか見ても泣かない子なのに、明日目真っ赤だろうな。さらば相方ドローン。赤い服の女は消え去った。寂しいな。普通に寂しいな、これ。ワイコが立っていた地面を調べた。砂に何か描かれている。いや。縦に読むしかないじゃん、これ。もう一択じゃん。好きだって。ワイコが残した画像を携帯電話にダウンロードした。思い出の絵文字を手に入れた。うわー、なんかいいな。待ち受けにしようぜ、これ。へー。先生とは付き合わないのか。ああ、びっくりした。いきなりワイコ出てくるかなと思ったけど。寺内だ。今日はクリスマスイブですね。欧米では非常に大事なイベントの一つです。ジャパンでは恋人たちがラブを語ったり、ギフトを送り合ったりしますが、元々の成り立ちはさすがに You know ですよね。No, no.
今日はクリスマスの思い出をスピーチします。聞きながらイングリッシュに直してください。なんだか眠くなってきた。今日寝たくなるな。これもみの木の下で出会った私たちは燃えるような恋に落ちたのです。なんか早口言葉みたい。もみの木の下で出会った私たちは燃えるような恋、あ、全然違ったわ。普通に読める。イルミネーションはお互いの顔をビューティフルに照らし、授業を真面目に聞いた。もう学力いらんのよ本当に。メールが届いてる。あ、ゆかちゃん、あ、放課後は誰かと過ごす予定から、もしも空いてたりするなら私じゃダメから、もちろん受けるでしょう。うん、やった、ふうかちゃんとクリスマスを過ごせる。しおみくん、そろそろ大丈夫かな。せかしてるみたいでごめんね。あんまり遅くなってもまずいから。あ、行き先は別にどこでもいいよ。楽しくない、その顔もっと楽しそうな顔で話そうよ。しおみくんとなら一緒ならそれでいいんだ。クリスマスの夜をふうかと過ごすことにした。何して過ごすんだろう。おー、クリスマス仕様だ。ジングルベル、ジングルベルじゃん。ふうかとポロニアンモールにやってきた。わー、すごい、ライトアップされてる。さすがにフルボイス。しかも結構怒ってますよ。敬語。ほら、向こうの2つのツリー、木がないのにちゃんとツリーってわかる。あ、確かに木がないのに本当にツリーだな。この後どうする。お前は本当に軽薄すぎるよ。うん、そうだね、うん、ちょっと寒いけど来てよかった。うん、あのね、どうした。なんていうか、すごく素敵なクリスマスだね。おい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 、楽しいな楽しいわ。クリスマスの夜は風花はとても楽しんでいるようだ。どっか入ろっか。うん、ちょっと冷え込んできたし。カラオケでも行く。リーダーに風とか引かせるわけにいかないから。二人で長い間取り留めのない話で盛り上がった。お、どこでだ、どこで長い間話で盛り上がったの。おい、アトラスやってんなアトラス、今日は特別楽しいな。目みたい、いつも歩いてる場所なのに不思議な気分。なんかロマンチストだね。あ、そうだ、ね、ん、これ作ってみたんだ。あ、プレゼント的な。あなたへのプレゼント。ありがとう。ふうかのお手製クッキー。まあ度胸は満点だから食べる、うん、勇気はあるけどごめんね、本当はクリスマスらしくケーキとかだとよかったんだけど。うん、うん、大丈夫だよ、俺生クリーム苦手だから。でも私まだそこまでの腕前なくて、それに悪くなっちゃってもいけないし。確かにね、保存効くしね。あ、でも味の方はちゃんとしてると思うから。今回は毒味ゲフンゲフン、味見の方はちゃんとしていただけたのかな。自分からもプレゼントをあげようか。え、やべ、何も持ってない。ちょっと待って、俺腹とか持ってた。ちょっと、え、なんでだよ。あ、なんか持ってる、ブランド物の時計。お前いつの間にこんなものナイス。時計とかじゃない？うん。用意してくれてたの？もちろん。たまたまバッグに入ってたわけじゃないよ。ちゃんとね、クリスマスだなと思って、ふうかちゃんに似合うやつあるかなと思って用意したから。あと、私大事にするね。うん。こんな状況でも私のプレゼントのこと忘れないでいてくれて嬉しいよ。胸が痛い。たまたま入ってたなんて言えない。どうやらふうかに喜ばれたようだ。その。うん？そうだよね、あと1週間はえー、前の私ならきっとせめて今日だけは忘れたいってそう思ったと思う。うん、でもね、今は違うの。こういう時間を大切にしたいから、未来をなくしちゃダメだって思える。ふうかちゃん、あなたと会えたこと私にとってはすごく幸運だったと思う。いい子すぎる。いやー、神ゲーですね。あなたとクリスマスをしたいって思ってる子、うん、絶対他にもいたと思うから。いないけどな。転校してから冬香ちゃんとしか女子と話してないしな。うん、いないと思うよ。なのに私と一緒にいてくれて本当すごく嬉しい。いやー、一途に冬香ちゃんだけを思い続けてよかったわ。
しばしの間2人の甘い時間が流れた。夜。そろそろ帰らないと。え、ずっとここにいたの？ここのベンチに。隣になんか末光いなかった？大丈夫？今日は出撃ないんでした。あ、みんな揃わないだろうからって桐城先輩が。なんか気使ってくれてる。頼れて気が利いて優しくて憧れちゃいます桐城先輩。いやー、これさ、でもみっちゃんとのクリスマスイベントも頑張ればさ、迎えることとかできたのかな。あ、ごめんなさい、変なこと聞いて。どうしたん？やっぱりああいう人好きかなって思っちゃって。いや、まあ確かにね、あんななんかお嬢様でね、見た目も美しくてリーダーシップもあって気遣いもできて、そしてなんかちょっと照れ屋なところとか女の子っぽい一面もあってのが最高だな。みっちゃん今プロフィールを並べていったら最高すぎるな。ふうかちゃんね、確かに自分に自信はないだろうね。だから怖くなっちゃう。今日みたいな日は特にね。いつもありがとう。あなたのことすごく頼りにしてるし。戦力とかってことだけじゃなくて、一人の男の人として。なんかめちゃくちゃ喋るな。今日ふうかちゃん頑張ってくれてるな。ごめんね。酢飯かな。酢飯の話をしようとしてた今。この後どうしようか。どうしようか。時間あるから。お、風花と遅くまで一緒に過ごした。おいおい、アトラス、どこで何をして過ごしてたのか、お前詳細に書かんか。あとはご想像にお任せしますみたいな終わり方。今日の授業が終わったと。よし、じゃあ、あ、風花ちゃんいる。昨日の今日でも今日風花ちゃんデーだな。風花ちゃん回だわ。じゃあ過ごそっかな。昨日は楽しかったね。部屋、私の部屋に来ませんか。あ、でも冷静に考えたら同じ屋根の下に住んでるんだったわ。見たことあるわこの部屋。風花の部屋。もうフルボイスずっと。風花はひどく緊張しているようだ。あ、お料理の匂い残っちゃってたらごめんなさい。そういえばこの寮ってどこにキッチンあるんだろう。たまに味見とかここに持ってきてやってたから。自分の部屋がどんな匂いするかって自分だとよく分かんなくて。確かにね。あのね、匂いって人間の五感の中で適応が一番早い感覚で、その…あ、はい。何言ってるんだろう、私。なんか緊張してますね。風花らしくていいんじゃない。そうっていうか、そうだよね。無理に相手に合わせないって決めたんだもんね。ありがとう。風花は微笑んだ。前に私、未来を信じてみる力がないのかなって相談したでしょ。ああ、言ってたね。それがどうしてなのか、あなたと一緒にいて分かったの。ほう。きっと何かを最後までやり遂げたことがないからだと思う。嬉しいと思ったことのない人は多分嬉しさが手に入る未来を想像できない。ああ、なるほどね。なんかよくね言う成功体験みたいな、そういうことかな。私は今まで何でも途中で諦めて半端にしてばっかりだった。だから私が何かを成し遂げる未来を思い描けなかったんだと思う。なるほどね。でもね、あなたにその自分の気持ちを言えた時はなんかいつもと違ってたんだ。受け取ってもらえるなんて全然思えなかったけど、それでも伝えなきゃって思った。伝えたいって思ったの。それで結果がどうなってもって少しずつだけど、これからは変われると思う。あなたがいてくれたら私と迷わないと思う。いやー、お、
なんか気の利いた選択肢あるじゃん。照れてる。風花は頬をあからめている。そうだ、忘れてた。何？あのね、あなたにもらってほしいものがあるの。連日連日プレゼント。昨日の時点で絶対持ってたよね。これなんだけど。ん？ほら、よくイヤホンで音楽聴いてるから。ほう。喜ぶかなって。え、何？エアポッツプロ？最新の？最初のエアポッツプロかな。風花から何か受け取った。風花特製イヤホン。いや、ね、別に残念がってないけど。特製イヤホンとても嬉しいけど。これ私の気持ちだよ。ありがとう。覚えてるかな。あの前に機械のことなら得意かもって言ったでしょ。うん、言ってた。だからお料理とかじゃなくてそれにしたの。ああ、いいね。最後は自分の得意なものでプレゼントしてくれると嬉しいね。私、あなたと二人の時はもう本当の自分を隠したくないから、うん、あなたには私のこと、もっと知ってほしいから。イヤホンを風花特製のものに変えてみた。お？これまでと比較にならないほどのクリアな音だ。これはすごい技術力かもしれない。就職先はソニーかな。風花ちゃんは女の子らしくなくて。いいえ、うん、気に入った。本当？よかった。うん。あなたがそれを持っててくれるなら離れてても一緒でいられる気がする。風花はひたむきに見つめてくる。風花との固い絆を感じた。いやとうとう初めてかな、なんだかんだ同じ味方の中でマックスになったの。もうなんか終盤って感じがするな。我は何時、何時は我、何時ついに真実の絆を得たり、ここに助教校の力はその最欲を開かれたり、我ら何時に助教校の究極の力。あ、スカーハじゃん。スカーハを生み出す資格を授け、嬉しい。スカーハなんか強いイメージあるな。うん。しばらく風花と楽しく話して過ごした。あ、ごめんなさい。なんかすごく楽しくて、願いさせちゃって。いえいえいえ、こちらこそありがとうございます。あ、いつの間にかこんな時間。時が経つのは早うございますね。なんだこの話し方。うん。もう少しだけ、いいかな。2日連続。連続。この後の言葉は言わないけど2日連続だわ。もうこれはもうバレてるだろう、他の寮の人たちに。長い時間を風花と一緒に過ごした。もう3度目だけどアトラスやってんな。今日言うの3度目だけど。いやー、なんだ、部屋にこもってたの。あ、え、どうした、どうした、秋彦。うん、なんか変な音した。おい、知ってたか、今日は12月の25日だ。よく知ってますよ。まったく、シダな運命だろ。なんてムードのないクリスマスだ。お前ムードとか考えるんだな。この損した気分は来年に必ず取り返す。滅んでる場合じゃないんだ。世界は俺たちもな。秋彦のポジティブさに救われるな。中学校の2学期の終業式では無記録症のため過半数。すごいな。クリスマスあっという間でしたね。世間の人たちはこのまま笑って年明けを迎えるんでしょうけど、僕たちは。そうだね。いよいよ冬休みだな。例えばこの冬休みが明けた時、俺たちはどんな決断を下してるだろうか。何にせよ後悔していないことを祈ろう。本当にな。なんか幸せそうな顔してやがんな。私が聞いたところによると、昨日も帰るが遅かったらしいですし。え、どうした、ジュンペ。そんなことおらんよ。まったくけしからん。元へ羨ましいですな。純平。いやー、でも純平にな、千鳥とクリスマス過ごしてほしかったな。幸せそうな二人を見たかった、もうマジで。ゆかり、楽しいイベント最後の取り出だった。クリスマスも過ぎちゃったし、あと残ってるのは大晦日だけ。どう、少しは考えまとまってる。まとまってるよ。そっか、それじゃあ大丈夫だね。はあ、
決断の日までついに週間か。きっと長くて短い週間になるんだろうな。本当にな。あ、ルカちゃん、はい。あ、はい、話をしよう。りょうじくん、どんなクリスマスを過ごしたんだろう。私たちはとっても楽しかったけど、りょうじくんは一人で孤独なのかな。いつもみたいに女子に声かけてバイバイ楽しくやったのかな。私たちは二人で甘い時間を過ごしたけど、りょうじくんはなんかその場限りのそういった愛で満足なのかな。それともあの時みたいに一人ぼっちで泣いてたのかな。なんか泣いてたよ。ごめん。なんか変な空気にしてごめん。そんなりょうじくんを私たちは殺すかもしれないので、絶対殺さない。ごめん。俺は絶対殺さないから、りょうじを。おう。この丸はどうした。なんか、ケーキ食べたか、この丸。うん、今夜散歩行かないか。じゃあ寝るか。そういえば、いよいよもってして、日曜日にやることなくなったな。今日で2学期が終わる。いろいろなことがあった2学期。ともかく、学校へ急ごう。話し声が聞こえる。おはよう。今日も寒いね。でも明日から冬休みだし。お年玉は何に使う？まだもらってないじゃん。と言いつつ、やっぱ福袋でしょ。今年こそあのブランドの。だよね。ねえ、今日から並ぼうか。こたつとか持ち寄ってさ、捕まれ捕まれ。予定がだった。午前と。はい、ワイコー。ワイコワイコー。泣いてたワイコー。縦読みで好きと2文字を縦読みで読ませていたワイコー。明日から冬休みね。正月って子も多いんじゃない？いつまでも親のすねかじってんじゃないわよ。こたつで寝たりしないようにね。あ、こたつといえば有名な話があるわよ。別れた日のように東の窓の雨戸を。あ、あれは布団か。閉じない。ほら、ざわざわしない。こたつも布団も似たようなもんじゃない。あ、うん。先生をいじめて楽しいの。うん。それより、日本の自然主義文学の素晴らしさに目を向けなさい。授業を真面目に聞いた。わいこ。今日で2学期の授業が終わったと。明日からは冬休みだ。うわー、マジかー。2学期ってのは一番長い学期だからさ、冬休みってのは特に嬉しいもんさ。でも俺たちと来たらどうよ。この冬休みで例の決断をするんだぜ。ありえねえよこんな冬休み。本当にな。じゃあここからのコミュの過ごし方大事だな。まあ、正直ね、みっちゃんをこれからマックスにするのって間に合うのかな。ゆかりっち3でしょ。だからできるだけこう、まずこの2人が先かな。ランクマックスにどんどん数を増やしていきたいよね。過去のエースとグルメキング。じゃあちょっと行ってきますね。じゃあ末光と話すか。多分末光も最後だろうなこれで。あのさ、そのこの間はあの葉隠れりでも行こっか。なんか謝ろうとしてる。店内は相変わらず魚の匂いが立ち込めている。一時の美味しい時間が過ぎようとしている。弟と僕ね、二卵性の双子だったの。だから全然似てない。弟の方がイケてた。末光のブサイクな方って言われて、いつも兄弟で比べられて勝てなくて。まあでもな、やっぱり幼少期にな、そういったことがあるとコンプレックスになるよな。トラウマに。弟をさ、よく意味もなくぶってたんだ。お前最低だな。でもあいつ兄ちゃんって僕のこと、中二の時に一緒に買った肉まんを食べて死んじゃった。食中毒で。いや人がお亡くなりになってる中であれだけど、なんか死に方が兄弟らしいな。食中毒。弟が食べた方の肉まんだけが豚肉の加熱不足だったんだって。僕ね、その時泣けなかったんだ。正直ホッとしたよ。もう笑われずに済むって。まあ正直ちょっとだけ、まあ、ひどいと思うけど分かる気もする。ありがとう。でも分かってる、僕はひどい兄さんさ。弟の分までね、頑張ってた頃もあったんだ。英語の通信講座受けたり、空手習ったり。でもね、弟ならもっとうまくやれるだろうなって考えたら、その周りに笑われてる気がして、食べてる時だけが安心できるんだ。目の前に集中して周りの声が聞こえなくなる。なるほどな。ね、これがグルメキングの正体さ。コンプレックスの塊で食べることに逃げてて、こんなんじゃ一生かかっても弟の代わりになんてなれやしないよね。いやーでもいいこと言うな。末光の代わりもいないんだよな。僕の代わりはいない。
衝撃を受けている。そうなのかな。そっか。お、さくやくんの言う通りだ。僕は弟になれない、別の人間なんだもん。こんな簡単なことに気づけなくて、今までの僕ってば。なんだよ。ありがとうさくやくん、本当にありがとう。感謝の気持ちに包まれた。いやー、マックスよかった、気づいてくれて。もう今日はなんか忙しいな。我は何時何時をあれと、うん、あ、サンダルフォンだ。わ、え、サンダルフォン俺結構好きなんだよな。メタトロンに見た目似てるよね、サンダルフォンで。グルメキング込みのランクが最大値になったと。サンダルフォン作りてえな。いや、ちょっとペルソナ作るの楽しい。突然だけどね、シミ、グルメキングの SP 買いに、く、び、だ、あ、うん、やったー、嬉しい。だってグルメキングになるんだから。今日が2代目グルメキングの襲名披露だ。うん、うん、拒否権ある？ね、拒否権あるかな。末光は上着のポケットから取り出したものを手渡してきた。何も知らない商店街の皆さんがくれたんだ。僕の食べっぷりに惚れたんだって。グルメキング認定証を手に入れた。嬉しい。今までの僕は偽物だから決めたんだ。本当のグルメキングになる。フードライターっての？おお、いいじゃん。食べることを仕事にしてさ、極めるよ、食を。まあ今だったらね、末光 TV という形でグルメキング TV というね、 YouTube をやるのもいいんじゃないかな。人気出そうだけどな。キャラクター濃いし、良くも悪くも。いつか死んで天国で弟に会えたら言うんだ。僕は世の中の美味しいものを食べ尽くした。兄ちゃんすごいだろってね。うわ、なんかちょっと感動する。くそ、末光に末光に感動させられるとは。いいな、兄ちゃんすごいだろうか。それ僕が本当のグルメキングになれるまで貸しといてあげる。失脚しちゃったけどさ、三代目は僕だ。返り咲いて見せるよ、鮮やかにさ。約束するよ、チミと弟に。普通にいい話だった。あれ、弟の話をしても平気だ。気持ち悪くならないし、お腹も空かない。お、克服できた。さくやくん、早くれるラーメンってこんなに美味しかったんだね。嬉しそうにラーメンのおかわりを続ける末光に、付き合った後寮に帰ることにしたと。いやー、いい話だった、普通に。おかえり。ただいま。ようやく2学期も終了。大晦日まで残すところ5日だな。正直言って怖さも不安も消えてなどいない。だが迷いはなくなった。私は最後まで戦う。今なら済んだ気持ちでそう言い切れる。はぁ、ということで、じゃあ今日はここまでにしよっかな。いやー、なんかあれだね、タナトス作ったのが遥か昔のことに感じるぐらい内容濃かったな。ほぼほぼ、風花ちゃんとのね、ずっと過ごしてて、なんか一回終わったな。この回が。ということで、次回はじゃあいよいよもうあと5日なんで、大晦日まで行っちゃうのかな。楽しみだな。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。